カタールってどんな国？その2ということで、このワールドカップの開催費用がなんと30兆円以上という世界最高額のワールドカップであると。カタールのターゲットというのはもうアジアを見ていたんですよ。非常に綿密に塗られた戦略があって、それを牽引してきたリーダーがそれぞれの国にいたということなんですよ。こんにちは、カズです。越境 3.0 ということで今日も始まりました。越境 3.0 チャンネル。本日もどうぞよろしくお願いします。まずはセミナーのご案内です。長岡セミナー&コーヒー座談会開催、エネルギー問題と揺らぐ世界のパワーバランス、事前申し込み制30名様限定です。2022年12月3日土曜日13時スタートです。詳細と参加申し込みは概要欄の方からよろしくお願いします。こちら間もなく満席となります。参加費無料となっておりますので、お気軽にご参加ください。皆さんの参加をお待ちしております。どうぞよろしくお願いします。そして本日のテーマはカタールってどんな国？その2ということで昨日に引き続いてお届けしたいと思います。昨日の試合見ました？皆さん、日本ドイツの試合、もうね、グループ E がスペイン、コスタリカ、ドイツ、そして日本ということで、まあ結構強豪チームに囲まれて、これ予選突破するのどうなんだろう、結構ハードル高いなーなんて思っていたんですけど、強豪国ドイツを相手に逆転、2対1の逆転勝利ということで、もう昨日大興奮でね、その試合見てましたけど、試合が終わったのが12時ぐらいで、もうなんかその後眠れなくてね、いろいろとインターネットでこのサッカーの情報をこうやって調べながら、まあ、結局3時過ぎまでずっといろいろと調べて起きていたという興奮冷めやらぬ夜だったんですけれども、まあ次コスタリカ27日、日本コスタリカの試合が27日に行われるんですけど、でその後がまあスペインとの対戦ということで、まあスペイン強いですね。コスタリカ相手に昨日7対0で破ったということで、まあスペイン強豪ですけど、まずは第一戦の初戦のドイツを破って勝ち点3ゲットしたっていうことで、これは大きな第一歩ですよね。これトーナメント進出、まあできるんじゃないかなと、まあ信じております。次は27日の日本コスタリカ戦、またみんなで応援しましょう。でそして、今日はそのカタールという国、まあせっかくねワールドカップを見る上でカタールというこの開催国を知っていると、まあワールドカップも2倍3倍楽しめるということで、このカタールについていろいろとお話をお届けしているんですが、昨日の動画こちらを流しました。カタールワールドカップ、日本人の知らないこの国のヤバさということで、カタールという国ね、まあいろいろともうすごいんですよ、この国は。で僕はもうこの国を20年以上ウォッチしてますし、まあとにかく、まあ、昔はほんと退屈な街で何にもなかったんですけれども、まあ、ドバイから日帰りで行ったりとか、あとはまあ乗り継いでカタールのドーハ経由で、まあ、スーダンに行ったり、アゼルバイジャン、エジプト行ったり、中東方面に行く際に結構カタール航空というのは利用していて、ドーハで降りてそこで丸1日遊んで、で乗り換えて次の便に乗って目的地に行くと、まあそういうようなこと結構多かったので、カタールに宿泊したことはないんですけど、カタールで1日遊んでどっか別の国に行くっていうことは、まあ、結構これまでもやってきたので、ちょっとカタールのその面白さみたいなものもね、その中からちょっといろいろとお伝えしたいと思うんですけれども、カタール航空といえば、まあやっぱり飛ぶ鳥を落とす勢いのイケイケドンドンの航空会社で、昨日もね動画の中で話しましたけど、新型コロナの中で世界中ほとんどの航空会社がまあ減便運休なんかを進めている中で、カタール航空だけは唯一増便増席を行ってきたという、もうかなり独自路線を行く航空会社なんですよね。まあなんで増便増席を行ってきたのか、新型コロナの中で航空需要激減している中で、なんでカタール航空は増便増席を行ってきたのかというと、新型コロナで、まあ、あちこちに取り残された人たちが飛行機が運休になって、まあ、身動き取れないような状況があって、でそういった各国に残された旅行客とかビジネス客をなんとか母国に送還してあげたいということで、まあ、カタール航空は増便増席を行ってきたと。他の航空会社が運休になって止まってしまった路線をカタール航空がカバーしてきたという、まあ、そういった背景もあるんですよね。で、まあ、あとは天然ガス燃料に切り替えて、世界の航空会社の中でも、まあ、かなり、まあ、先進的な取り組みを行っている航空会社なんですよ。で何が、まあ、先進的かって、まあ、こんな話もあるんですけど、はやぶさ、エコノミークラスの客室にお持ち込みになれるはやぶさはお一人様1話です。また飛行機のエコノミークラスには1機につき最高6話までとなります。国による規制の対象となることもございます。ペットの安全と健康のためにも、コンテナが小さすぎるとカタール航空が判断した場合には輸送をお断りさせていただく場合がございますと、まあ、カタール航空というのははやぶさを1人1話まで乗せていいですよっていうことをアナウンスしてるんですね。まあ、なんではやぶさなのかというと、これはカタール人というのはハヤブサをペット
ットで飼う習慣というのが非常に根付いていて、なんでペットで飼うのかというと、もともとカタールっていうのは砂漠の国なので、その砂漠の国で、タンパク源が非常に高いそのウサギという動物をね、食用として食べる習慣があるんですけど、昔はそのウサギを狩るためにハヤブサを飼っていて、でそれでウサギを捕まえて、焼いて食べていたっていう、そういった伝統があるんですけど、今ではね、その狩猟用のハヤブサというよりは、富裕層のシンボルとして観賞用のハヤブサということで、カタールの富裕層が、みんなハヤブサを飼ってるんですよ。みんなって言っても、どのくらいいるのかっていうと、大体国民の7割ぐらいはハヤブサを飼っているということで、非常にこの猫とか犬とかに近いような感覚、カタール人にとって非常に身近なペットなんですよね。でそのペットを連れて海外旅行に行きたいっていう方ももちろんいると思うので、カタール航空はこういったハヤブサをペットとしてその飛行機に乗せていいですよと、ただし1人1羽までねという、そういった規制が設けられてるんですよね。これでも到着した国のその動物検疫とかで、結構手こずるんじゃないかなとも思うんですけれども、そのあたりどうなんでしょうね。簡単にその目的地に入国できるのかどうか、そのあたり定かじゃないんですけど、でもこれはカタールに限らず、ドバイとかサウジアラビアに行っても、こういったハヤブサを飼ってる人っていうのは湾岸諸国では非常に多くて、で値段も結構高いんですよ。このハヤブサっていうのが、ハヤブサオークションというのがあって、オークションで大体高いものになるともう2000万3000万4000万円ぐらい、そのぐらいの価格の結構高額のペットなんですよね。でこういったハヤブサを売られている店もドーハ市内にあって、ハヤブサ屋さんというね、そういったペットショップがあるんですよ。そういうところに行くと、この棒の上にハヤブサが止まっているのをこうやって見られるんで、ドーハに行った際にはぜひちょっと遊びに行ってもらいたいんですけど、で僕もカタール行った時、観光客向けにハヤブサと一緒に遊べるようなそういったアトラクションもあってね、この肩の上にハヤブサを乗せたりとか腕の上に乗せたりとか、実際こういうことやったことあるんですけれども、ハヤブサ結構可愛いんですよ。顔は結構いかつくて見た目怖いんですけど、くちばしが全部この紐で縛られているので、人間に害を与えることはないし、ただこの爪がね、ものすごい凶暴なので、この爪がこの肌にかかって傷にならないように、腕にはこの革の手袋を巻いてね、でそれでその上にこのハヤブサを乗せてここで飛ばしたりとか、そういう感じで遊ぶというようなね、そういう感じなんですけれども、あとカタール航空の尾翼に乗っているこのよくわけのわからない生き物、これ何だと思いますか？これはオリックスという、湾岸諸国、独特の動物で、ユニコーンのモデルにもなっているという、伝説の動物なんですよね。水を飲まなくても生きていけるという、砂漠の上で生きていけるという、そういう動物なんですよ。でこのオリックスというのが、カタールの象徴になっていて、カタール航空の尾翼に乗っていると。でそしてやっぱりカタールといえば、僕が皆さんに知っていただきたいのが、カタールの国営衛星放送局、アルジャジーラ。アルジャジーラというのは、カタールの王様第7代ハマド・ビン・ハリーファさんが、自分のポケットマネー1億5000万ドルを投じて作られたカタールの国営衛星放送局なんですけど、カタールという国は、メディア戦略も非常に力を入れていて、メディアを使って発信をして、でそれでカタールという国の国際的なその立ち位置とか知名度みたいなものを上げていこうという、そういう戦略がハマドさんの時に考えられたんですよね。でこれは世界一中立なメディアを目指すということで設立されたテレビ局で、いろんな国の政治的圧力なんかを一切受けない、もう本当に公正中立的なメディアなんですよ。この政治的なバイアスがかからないので、カタールの王族のそのサーニー家の批判とかそういったものも平気で流すという、そういったテレビ局なんですよね。結構世界のニュース、いろんなこの政治的圧力がかかってるなというような感じ見受けられますけれども、このアルジャジーラに関してはそういった圧力をできるだけ受けないような、世界一中立なメディアを目指すということで設立されて、このアルジャジーラが世界的に知名度を一気に上げたのが2001年のアメリカアフガニスタン侵攻の時だったんですね。アメリカのアフガニスタン侵攻の報道において、このアルカイダから送付されたオサマ・ビン・ラディン容疑者の肉声のメッセージの映像を独占放送したことで、アルジャジーラの名前が世界中に知れ渡るようになると。その後、アルカイダ、IS、あとハマス、ヒズボラとか、あの中東エリアの、イスラム武装組織の、犯行声明ビデオなんかが、直接アルジャジーラに送られるようになって、アルジャジーラというのはその世界一中立なメディアを目指しているので、その犯行声明ビデオを、編集とか加工とか一切することなく、ありのままを流すテレビ局ですよということで、そういった犯行声明ビデオも送られてくるようになるんですね。で、そのアルジャジーラ
実はね、僕も3回ほど出演したことがあるんですよ。まあ、中東情勢に関するインタビューを受けまして、でそのインタビューが3回にわたって、まあ、アルジャジーラで放映されたんですけども、2008年の9月にオイルマネーの力という本を出版しまして、でその当時この日本人がこの本に書かれてた内容が、この湾岸諸国とかカタールに関する内容が結構たくさん書いた本なんですけど、そういったことが日本人によって発信されているのは、これはもう非常に珍しいということで、なんかカタールの方で話題になってアルジャジーラで紹介されたというのがあるんですね。でこのアルジャジーラが、まあ、世界に向けていろんなニュースを発信することで、カタールの知名度っていうのがどんどん、まあ、上がっていくわけですよね。で今回のカタールワールドカップ開催というのも、そのカタールの国際的なその立ち位置、知名度というのをもうどんどん向上させる上で非常に、まあ、役に立ってるわけですけど、このカタールワールドカップも、まあ、10年以上前から綿密に準備されたワールドカップと言われているんですが、このワールドカップの開催費用がなんと30兆円以上と言われていて、まあ、これまでは2014年のブラジル大会の2兆1000億円がワールドカップの最高額だったんだけれども、まあ、それと比べたらもう桁違いのお金がもう投入されていると。30兆円規模って言ったらもう本当一国の GDP 規模に値するような、まあ、それだけのまあ規模になるわけですけど、まあ、この報道されている30兆円というその金額ね、これワールドカップの開催費用というよりも、まあ、そこに含まれているのがドーハメトロとかそういった地下鉄の建設工事なんかも含まれているので、これ30兆円全部が果たしてワールドカップの開催費用なのか否かというのはちょっとなかなか難しいところではあるんですけども、まあ、とにかくもう巨額のお金が投じられた世界最高額のワールドカップであると。まあ、新しく作ったスタジアム、これモニター付きの座席だったり、このオフサイド自動判定という、もうそういったもうハイテクノロジーを導入していたり、あとはもうスタジアムにこの客席に空調設備がついてるんですよね。この足元からクーラーが出てくるという、そういったもう本当になかなか考えられないような、そういったスタジアムが作られていたりとか、非常にお金をかけているワールドカップなんですよ。カタールというのは世界でも有数のもう豊かな国の一つなんですけれども、まあその天然ガスというその天然資源に恵まれていて、国民一人当たりの GDP は6万8000ドルということで、まあ今の大体為替レートでもう1000万円以上ですね。国民一人当たりが1000万円以上で、これは世界第8位ということで、まあ、世界でも有数の豊かな国なんですが、でもカタールというのは、まあ、昨日の動画でも説明しましたけど、50年前は本当に貧しい国だったんですよ。この写真は1970年と2020年の、まあ、同じ場所を撮影したドーハの街並みなんですけれども、50年間でものすごい勢いで変わってきた国なんですよね。カタールは1971年にイギリスの保護領から独立をして、でその後、まあ、石油が発見されて、周りの湾岸諸国と同様に石油の採掘を始めるんですよね。で石油の輸出を始めて OPEC にも加盟するんですけれども、それがカタールの第6代首長ハリファ・ビン・ハマドさんの時代なんですよね。で石油を掘っていたカタールは、その次の第7代ハマド・ビン・ハリーファさんの時に石油はやめましょうと、まあ、石油はやめて天然ガスに力を入れていくということ、でそして経済の多角化を進めていくということ、まあ、そういったことをものすごい推進させてきたのが第7代ハマド・ビン・ハリーファの時代なんですけれども、まあ、その前の第6代の頃、まあ、石油も天然ガスも両方発見されていたんだけれども、天然ガスというのは採掘輸出する上で技術的に非常にハードルが高くて、それよりも簡単な石油の輸出を始めていこうということで石油に力を入れていたんですよ。ただ採掘輸出のハードルが高い天然ガスの方が、ここを成功させれば競争力がつくということで、第7代ハマド・ビン・ハリーファさんの時に液化技術に先行投資をしていこうと、天然ガスの輸出というのをパイプラインを使って気体で輸出するのではなく、液化技術にまあ投資をして、まあ、日本の協力なんかもあって天然ガスの液化というものにまあ力を入れてきたんですね。でそうするとパイプラインではなくて液化にしたガスを船に積んで LNG タンカーで世界中にどこでも輸出できると。カタールのターゲットというのはもうアジアを見ていたんですよ。アジアに向けて天然ガスを輸出するためにどうすればいいか、これは気体ではなくて液化して LNG タンカーでアジアに運んでいこうと、まあ、そのようなことに力を入れてきたのがハマド・ビン・ハリーファ。カタールの天然ガスというのはペルシャ湾にあるんですね。カタールのノースフィールド天然ガス田とイランのサウスパルス天然ガス田、まあ、ここが非常にこの巨大な天然ガス田で、ペルシャ湾の海の底に眠っている天然ガスなんですよ。カタールの天然ガス埋蔵量はロシア、イランに次いで世界第3位、全世界のガスの 14% を占めているという非常に膨大な天然ガスエネルギーを持っているわけですよね。なのでカタール天然ガスたくさん出るんで、お金持ちで当たり前じゃないかと、そのお金持ってる国がこんだけ贅沢なワールドカップやってるんですよねと、まあそういうふうに思う方多いと思うんだけど、
でもよくよく考えてみると、石油とか天然ガスが掘れるのに一向に豊かになれない国というのが実はたくさんあるわけですよ。ナイジェリアとかリビアとかイラク、ベネズエラとか、まあそういったオペックの加盟国も石油もガスもあるのに、それが戦略的にうまくいってないので、まあいつまでたってもなかなか豊かになれない、争い事も絶えないという、実はそういった国がいっぱいあるので、まあ石油とかガスが取れるからそれがお金持ちになって当たり前かというと、実は意外とそうでもないんですよね。この湾岸諸国、カタールとか UAE、 サウジアラビア、そういった国の石油天然ガス戦略というのは非常に綿密に塗られた戦略があって、まあ、それを牽引してきたリーダーがそれぞれの国にいたということなんですよ。ドバイの場合はシェイク・ムハンマド・ビン・ラシッド・アル・マクトゥーム、サウジアラビアの場合はまあ何度もお伝えしていますムハンマド・ビン・サルマン・アブドゥル・アジズ・アル・サウード、ムハンマド皇太子で、そしてカタールの場合は脱石油、そして天然ガスの推進、そして経済の多角化を力強く推し進めてきたハマド・ビン・ハリーファという、まあ、そういったリーダーがいたから、まあ、このカタールワールドカップ開催というのはできたわけですよね。おそらく第7代のハマド・ビン・ハリーファさんがいなかったらカタールのワールドカップというのは開催できなかったと思います、まあ、そういった発想にもならなかったと思うんですよね。またその一方で、この急速に発展してきてこのワールドカップの準備を進めてきたカタールという国は人権問題に関しても、まあ、欧米から結構大きな指摘を受けているわけですよね、まあ、スタジアムの建設に関してもたくさんの方が事故でお亡くなりになったりとか、あとは出稼ぎにやってきたそういったインド、バングラデシュ、パキスタン、ネパールとかそういった国々の方が約束と違うじゃないかと、もらえるはずのお給料もらえなかったり、場合によっては無給だったりで、彼らはカタールにやってくるためにエージェントに対して、まあ、十数万円の手数料を払うんですよね。その十数万円が要はその働き先のところで借金の返済に全部当てられて、結局手元に何も残らないとか、そういった問題がまあたくさん起きてるわけですよ。これはでもカタールに限らずサウジアラビアとか UAE とかこういった中東の湾岸諸国では結構頻繁に起きていることなんですよね。ドバイなんかでも世界一の高層ビルブルジュカリーファを作るときにそういったことがもちろん起きたし、サウジアラビアでもまあ新しい新都市プロジェクトなんかでそういうことが起きているし、この中東湾岸諸国というのは労働環境が日本みたいにきっちりと整備された国ではなくて、そこが今すごい指摘されてるんですよ。このあたりがどう改善されていくのかがこれらの国々が今後発展していく上で非常にその重要なテーマになってくると思うんですけれども、まあ、でもこの中東湾岸諸国の中でいち早く最低賃金制というのを導入したのがカタールなので、まあ、そういった意味ではカタール、UAE、サウジアラビアとか、まあ、そのあたりの国を比べるとそういった労働者への権利、労働者の保護という面ではカタールは前向きに今いろいろと制度を整えているんではないかなと思います、まあ、少し時間はかかるかもしれないけれども、まあ、そういった労働者問題というのが解決されないと、まあ、次のこの国の発展というのは、まあ、なかなかこの足踏みをしてしまうんじゃないかなという、そういった一面もあるんですね、まあ、いろんな国によってね、もちろん制度とか文化とか、まあ、本当にまあ千差万別ですけれども、まあ、国際社会の中心にこの仲間入りをしようとしている今このカタールをはじめとした湾岸諸国、まあ、新しいこといろいろ取り組みも行っていますので、ぜひそのあたりも注目していただけたらと思います。このチャンネルでは中東アラブ情勢に関する情報もたくさん流しております。過去の再生リスト、中東アラブ情勢の方からぜひ過去の動画もご覧ください。越境 3.0 チャンネルではこういった世界の情報をお届けしております。毎日夜8時に更新しています。世界の情報をもっと知りたいなと思った方はぜひチャンネル登録いただけると嬉しいです。本日も最後までご覧いただいてありがとうございました。せーの、 Here we go。世界とつながりたいあなた、待ってます。